はいどうもブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。皆さんね、最近自分の私生活の中でついてないことが多いとか、何やってもうまくいかないとか、なんかこう気分が乗らないとかっていうことないですか？コロナウイルスが蔓延してもうだいぶ経ちます。でそのことによりね、まあ巣ごもり生活をね余儀なくされてる人も多いし、で収入面で非常にこう厳しい生活してる人も多いと思います。で家の中にばっかりねいることによってストレスが溜まって、で悪い運気が満ちてくるなんてこともあります。でそこで今回はね、家の運気をね少しでも上げて、で気持ちの面からリフレッシュしてみないかっていうことで、風水とか運気とかそういうものに関して一切興味ないわっていう人もいると思います。別にそれでも構いません。で私も別にねそれを押し売りする気はもうとないわけですよ。まあ信じる信じないっていうのはその人のまあ勝手っていうかその人の自由です。ただね、運気を上げる方法をまあ試してみるだけでも気持ちの上でね少しでも楽になったりとか上向いていくなら損はないと思うんですよ。なのでよかったらね、軽い気持ちでね今回の動画を最後まで見てくれたらって思います。まずね、今回ね運気を上げようっていうことで、でまず運気に関して一番重要なことなんですが、これ玄関なんですよ。玄関が運気を上げるに関してもう上げるも下げるも一番その玄関が重要な鍵となります。なんでかっていうと、いい運も悪い運もみんな玄関から入ってくるんですよ。なので玄関に運気を上げるようなまあことをすることによってそのうちの運気も上がっていくし、逆に悪い方法を取ると下がってもいきます。なので今回はねちょっとまず玄関について話をしていきたいと思います。でまあどっから行こうかな。まずはね、玄関のあれですね、玄関に傘とか置いてる人っていると思うんですよ。傘とか、まあ、靴はもちろん置いてますけれども、ね実はね濡れた傘とか濡れた靴を玄関にそのまま置くのは良くないんですよ。なんでかっていうと、水っていうものはそもそも悪いものを引き寄せるので、玄関にそれを置いておくと悪い運気を呼んでしまうんですね。なのでできることなら玄関の外に傘とかを置いてほしいです。濡れてたらね、靴も。でもしアパートとかで玄関の外とかに置けないわっていう人がいたら、下駄箱の中にね入れてもらえればと思います。あとは玄関の光ですね。玄関に太陽の光が差し込む、そういう明るい玄関が本当はベストです。ベストですけれども、これもまたアパートの話とかになるんですけど、アパートとかって大概玄関に光入ってこないですよね。大概玄関真っ暗ですよね。なのでせめて玄関の電気を明るいものに変えてほしいんです。黄色い残事灯みたいな薄暗い電気じゃなくて、明るい電気に変えて少しでも光を呼び込むようにしてほしいです。であと次はですね、玄関にマットを敷いてる人いると思うんですけど、あれね非常にいいことなんですよ。あれはそのマットで玄関から入ってきたその悪い運気とかを吸い込んでくれるんです。だからこそその玄関のマットは普段から清潔に、まあ、こまめに洗濯とかして綺麗な状態で置くようにしてもらえれば悪い運気を吸ってくれます。であと玄関でこれをしてはいけない、下駄箱もありますね。下駄箱はなるべく高さ的には低いものを置いてほしいです。でどうしても家族が多くてでかい下駄箱じゃないとダメなんだよって言うんだったら、できれば天井に届くぐらい高いものがいいです。で
天井までつけることによって、それが下駄箱ではなくて壁の一部として認識されるんで、そうなると全然 OK です、大丈夫です。であとね、玄関に鏡を置いてる人もいると思うんですよ。で鏡の位置なんですけれども、家から玄関を見た時に左側に鏡を置くと金運が上がります。で逆に右側に鏡を置くと仕事運とか健康運が上がります。なので家の中のものが全部健康状態が病弱で思わしくないんだよっていう人だったら、右側に鏡を置くことをお勧めします。ただこれ一つやってはいけないこと、どっちの運気も上げたいがために両側に鏡を置くっていうことは、これ合わせ鏡なんで、これはタブーです、ダメです。これはもう異世界のものを呼び寄せてしまったりするんで、これは絶対にやめてください。あとね、絶対にやってはいけない一つとして、玄関にぬいぐるみを置かないでください。これもいけません。なぜかっていうと、ぬいぐるみっていうのは悪い運気も良い運気も全てこう吸い取ってしまうんですよ。なので玄関からせっかく入ってきた良い運気を吸い取ってしまいます。なので家の中まで入ってきません。はい。で逆に悪い運気に関しても吸い取るんで、どんどんその人形の中に悪い運気が溜まっていって、その人形自体が悪いものとして悪い影響を及ぼすようになるので、これはちょっと避けてください。で次はね、リビングに関してなんですが、リビングはね、なるべく明るい配色が好ましいです。であとですね、なんだろう、ソファー、リビングによくソファーがあると思うんですけど、できれば赤黒、この色は避けてほしいかな。こういう色だとあれなんですよ、なんていうのかな、興奮状態になってちょっと気持ちが高ぶりすぎてあんまり良くないんです。であとね、部屋の色彩をモノトーンにしてしまうと人間関係がね、疎遠になりがちになる。なのでできるだけ明るい色を使った方がいいと思います。であとはですね、水回りですね。水回りっていうのは悪いものが溜まりやすいところなので、トイレであったり、あと洗面所、あとお風呂場ですね。ここで気をつけなければいけないこと、まずはトイレですね。トイレに関してはできればトイレの蓋は開けておいてください。あれ閉めてしまうと悪い運気が中で溜まってしまいますので、できれば開けた方がいい。で洗面所に関してはなるべく洗面所はいらないものは置かない、すっきりさせておいて、なおかつその洗面所に置くものとしては白を主体としたものが好ましいです。なので歯ブラシとかコップとかも黒とかより白の方がいいですね。であとはお風呂場に関してなんですけれども、これ節約としてお湯を溜めておいてるうちあったりするじゃないですか。で追い炊きをしてまた使ったりって、あれ本当はね、風水的にはダメです。ダメなんですよ。水っていうのは悪いものがどん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 溜まっていく。でそれをね、溜めて何日も使っていくと、どん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 それに悪いものが溜まっていくわけですよ。さらにそれに毎日入ってることによって、その人間の汚れもそれにどんどん溜まっていく。その汚れが溢れたお風呂の中に人がまた入るわけですので、当然運気はだだ下がりしていくわけです。なのでできることならこれは避けてほしいかな。であとはなんだろうな、寝室とかですかね。寝室、あ、その前にね、ちょっとね、ぬいぐるみの話をしましょうか。で先ほどね、ぬいぐるみに関して、ぬいぐるみっていうのは運気を吸い取っていくので良くないよって言ったんですけれども、これをね、逆に利用するやり方もあるんですよ。せっかくさ、あるぬいぐるみを全部捨ててしまえとかって、そういうのはちょっとね、いけないことなんで。ただね、基本的に身の回りにぬいぐるみを置くっていうことは自分の運気も吸い取られていくので、良くないのは良くないんですよ。なのでこれを逆にいい方向に持っていって使うやり方としては、ですね、
窓ですね。窓、例えば東向きにある窓のところにリボンとか鈴がついたワンちゃんのぬいぐるみとかを置くと、これね、仕事運がアップします。で、南向きに赤い色をしたぬいぐるみを置けば、これね、人間関係、対人関係がね、向上していきます。で、西向きの窓に黄色い色をした豚のぬいぐるみ、それを置くとね、金運がアップ。で、さらにね、この豚のぬいぐるみに金色のリボンとか鈴をつければさらに上がります。で、北の方角に関してはパンダのぬいぐるみを置くのがまあいいって言われてます。で、あとね、特にお気に入りのぬいぐるみ、これをね、見守ってほしいことの方向に向かせるといいことがあります。例えばね、お子さんが病気もなく健やかに育ってほしいっていうんであったら、お子さんの部屋の方向に顔を向けてぬいぐるみを置くといいです。で、あと何だろうな、勉強がはかどるようにとかっていう、受験でうまくいきますようにっていうんだったら、いつも勉強してる机の方向にぬいぐるみを向かせておくのがいいと思います。はい、まあぬいぐるみに関してはね、そんな感じですかね。で、あとはですね、なんだろう、寝室かな、寝室、よく枕かな、枕でよく北枕って良くないとかってあるじゃないですか、死者だとかって言われる。でもね、実際のところね、北枕って一番人間にとっては自然体で寝やすい方向なんですよ。だから本当はね、悪くはないんですよ。悪くはない。で、あとね、まあ結局ね、まあ自分の寝やすい方角に置いてもいいんですけど、仕事運とかを上げたい人でしたら、東向きに枕を置いて寝るのがおすすめ。で、男女の縁を高めたいっていうんだったら、東南の方角。で、自分の感性、芸術面とかのそういう感性を磨きたいんなら、まあ南向きでしょうかね。で、あとは結婚運をアップさせたいっていうのであったら、これは南西がいいです。で、金運アップなら西向きですね。で、勝負、例えばね、勝負の仕事、スポーツ選手とかだったり、まあ格闘技の選手とか、勝ち負け、常にそういう中で生きてる、勝負の世界で生きてる人だったら、北西の向きに枕を置いて寝るといいです。まあこのようにね、方角によって運気がガラッと変わるんで、自分の願いに合わせたね、向きで枕を置いて寝てみたらいいかもしれませんね。で、まあ最後にね、とにかくもう運気を上げたいんで、なんか運気を上げるアイテムがないのかっていう人のために、まあ置物の話をします。例えばサボテン、サボテンはトゲがあるから風水上はね、あまり良くないって言われてるんですよ。あのトゲトゲがいい運も悪い運も弾いてしまうって言われてるんですね。でもね、これ考えよう、考えようで、今自分の現状としては何をやってもうまくいかない、悪いことばっかりが続くっていう人だったら、逆にサボテンを置くことによって悪い運気をすべてね、弾いてくれるんで、これ逆におすすめなんですよ。でも今自分は絶好調で何やってもうまくいくっていう人だったら、これはダメです。そのいい運が逃げちゃうので逆効果になりますんで、そこは注意してね。ではサボテンをどこに置くか、で置き場なんですが、できれば玄関の外がいいです。外が、先ほども言いましたが、玄関っていうのはいい運気悪い運気が入ってくる場所なんで、もう入ってくる手前でもうサボテンを置くことによって、まあ、悪い運はシャットアウトできるわけですよ。で、ただね、ここで気をつけてはいけないの、気をつけなければいけないのが、玄関の中に置いてしまうと、入ってきた悪いのもいいのも全部シャットアウトしてしまうことになるんで、なのでね、あくまでも玄関の外に置くのが理想的ですね。
で、あと先ほども言ったんですが、水回りっていうのは悪いものがたまります。なのでね、トイレとか洗面所とかにサボテンを置くと結構早く枯れちゃうんですよ。それはなんでかっていうと、常にサボテンが悪いものを弾くっていう、弾いて仕事をしてるわけですよ。なのでサボテン自体が疲れ果ててしまうんですよ。それで枯れちゃうと、枯れやすくなっちゃうというわけなんですね。なのでちょっとね、サボテンにとってはちょっと酷使しすぎかなっていう場所なので、あまり置くのはねおすすめしません。あとね、寝室にサボテンを置くのも良くないので、これはやめた方がいいです。まあ今回のね動画では、まあそういうことをしたら、まあ運気が上がるよとか下がるよとかいう、まあ基本誰にでも分かる実践できる即戦力的な話をさせていただきました。で、まあ最後までね見てくださった方はね、ちょっとでもね運気を上げたいとかってこの動画を見て思った方がいたら、この動画を、まあ元にして実践していただければと思います。それではまた。